どうも、はやばさです。今日もマインクラフトをやっていきたいと思うのですが、一応トロッコの線路は隣の村まで完成しました。パワードレールとかつけて走れる状態にはなっております。ちょっと走ってみましょうか。信号は今赤ですね。信号を青にして、後方確認して、よし。出発進行。ここら辺に中継信号とかつけたいので、本来だったらあって、でこの次に信号があるような感じ。なんで止まった？でここで場内信号ですか。隣の村もで徒歩でも行けるように道はここザーッとつながってるんですけど、ここ埋められてないですけどね。でちょっと勝手に行くんではない、勝手に行くんではない、置いてかれました。貨物のやつは入ってくるよね。なんか置いてったかな。するんですけどね。じゃあ出発してください。ここにも信号欲しいな。出発進行。第三変速進行。場内進行。こんな感じですか？こんな感じですね。まあ線路途中あるんですけど、こっちはメサですね。メサとか村があっちにも、まだちょっと遠いんですけど村があって、その向こうには、湿地帯がありますね。こっちはメサと砂漠。
方法ないかな。まあそれはおいおい考えましょう。3等式信号はできたんですけど、3等式信号を作ってみたいな。3等式信号難しいね。ちょっと真ん中ですもんね。真ん中の黄色、真ん中の黄色とがあんなんでしょう。黄色で制限速度をつけてみたいっていうのもありますよ。あれ何だったかな、制限何があったかな。制限45、制限25、25あった、25あった、45あった、75か。25は標識か。制限45って言ってみません、ね、制限45、多分45はあると。45どっちだったかな。黄色2つだったっけ。いや黄色2つはあれなんだったっけな。1つが45か。警戒信号だったっけ。注意信号か。黄色は夜になったので、出てきた出てきた、びっくりした。すげえ違和感感じて、あれ？お前は絶対村人のとこ行ってるんだろうかな。
できてるように見えますが、はい、銅が足りてないんですね。銅が足りてないという。穴ぼこができてしまう。掘削か、銅が足りてないんで、普段は銅は飛来芯とかじゃないと使わないからな。てかこんだけ銅取ってからまだこの近くに銅があるかわからないですけど、こっちか。何回レベルを落としてんのかって話ですよね、これ。せっかく7あるのに。
もいっぱいになりましたね。これ部屋も増えてきたので、そろそろ取引をしてくれる村人を作らないといけないですね。パンダが脱走しません。多分あれ脱走パンダです。あれ開けっぱなしになってる。え？だからなんでゾンビの音がするんだって。ここになんか空洞があるってことか、この下に。どうはあったけど、そういうことか。そりゃ見つからんわ。なんで音がするんだろう。じゃあ今日はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。次の動画に向けて出発進行。